長崎市藩学校は1943年に長崎県に設置された管理の市藩学校である。本校は長崎県市藩学校、長崎県女子市藩学校などの全身諸校を含めて記述する。長崎三長寺、手際式絵はがき1943年以降、長崎市、家の町全身の長崎県市藩学校から継承。大村市、 第21海軍航空省、不設降員要請書から1945年8月9日の原子爆弾投下による西の浦上校舎壊滅により10月に移転。大村士官馬場の西部147部隊跡から1945年10月14日、長崎県立長崎工業学校への譲渡により移転。大村士空省。 植松公園寄宿舎から1945年10月21日、アメリカ軍の退去命令による移転。大村市空将軍側公園寄宿舎、大村市官場馬場の西部147部隊跡に、再移転から1946年12月、アメリカ軍退去による再移転。大村茂久原前身の長崎県女子師範学校から継承。 長崎大学学芸学部教育部が1949年発足。警察予備隊から1953年の長崎大学学芸学部の長崎市文教キャンパスへの移転により大村市が誘致。長崎大学学芸学部教養部から1949年発足。長崎大学大村文校から1950年に解消。 長崎県立大村園芸高等学校から1954年、長崎市文教キャンパスへの移転により、1955年から利用。長崎市立西野浦城小学校長崎大学薬学部から1951年修復。校舎解体から1969年の薬学部の文教キャンパス移転による。 長崎大学教育学部附属小学校から1970年から現在に至っている。ありがとうございます。